はい、相馬優衣を演じました井上真央です。お願いいたします。何役ですか？相馬優衣です。はい、どんな人ですか？恋人を失ってしまいます。突然美容師です。おお、はい、はい、幼馴染です。そうです、僕が幼馴染の鳥野直樹を演じました佐藤健です。よ、はい、私はひょんなことからちょっと幽霊になってしまった男です。お化けだよね。お化けですね、うん、寂しいですね、はい、でその幽霊が見える、刑事をやっています、魚住譲役松山健一です。今日は見ていただいてありがとうございます。よすぐ好感度取りに行きます。いや一応締めで言っと一応言ってもいいかなって。ついにですね、はい、ここまで来ましたね。このだってこの時ですよ。これを撮った日が、うん、一番最初初対面です、うん、初対面、初対面だった、うん、なんであれが初対面だったんだ。いやすごいよね。よく やらせたいよね。でも今考えるとあれから2ヶ月ぐらい経ってるんですよね、うん、もうマブ立ちで。マブだね、うん、マブマブ。だからなんかこう1話放送されるっていうのは嬉しいと同時にこれ10週間後にはお別れになるわけだから。そうですね、うん、僕はちょっと寂しいような。あ、もう早く早く、まあ、終わりの始まりなわけですね。そうですね、早っ、うん、今はあのお化け作品マニアと言っておきましょうか、うん、どういうこと？あ、お化けの何？他の映画見てるの？映画を見てる。はい、お化け物の作品を結構見てますから。そういえば俺それ今思い出したんだけど、あのまだ出会った それこそ初日とかぐらいの時に井上さんからゴーストストーリーって映画見た言われて、僕見たことなくて、あのすごい意外と良かったから見てて勧められて、この前の年末年始で見たんですけど、あのとんでもなく変な映画だったんですよ。へえ、とんでもなく変な映画で。日本の映画？いや海外なんですけど、豪華キャストなんですけど、お化けが出てくるんですけど、お化けがマジで白い布かぶってここに目開けて実際に立ってるんですよ。CG とかでもなく最初から最後までそれなの。お化けなの、完全に。よくあるこう、よくあるこの白くて目だけのお化けみたいなやつ。そんな感じのスタイルで最初から最後まで、うん、ずっといるんですよ。信じられない、変な映画で、こういうのをお好きな感性の方なんだなっていうすごい新しい発見でした。違った。いやでもいいんだよ、面白いんだよ。面白いっていうか、あ、じゃあちょっと見てみようかな。ちょっと、でも切ないんですけど、まあ、あの映画に切なさ見出せるのすごい。ほんと布被ってんだもん。ホーストストーリー、こうやって二人でなんか楽しそうに喋ってると見たくなんだよね。多分見る人とかいると思う、うん、いや、いいんですよ、切ないんです。感受性がすごいんだね。そう、想像力とかが。たけるくんの中でザ・ベストお化け映画って何なの？でも、まあ、やっぱゴーストが素晴らしいじゃないですか、うん、あのゴーストから始まってるから、うん、で僕、ま、年始にまたゴースト見たんですよ、うんうんうん、うち負けてないなと思いました。デミムーアになってる。でも全然勝ってる。うん、それはなんとなく分かる気がする。えい、早い。自分を動物に例えると、これはですね、彼氏に言われたことですけど、うん、鳥に似てるねって言われたんです。僕にね、うんうんうん、鳥って思ったんですけど、確かに似てるかもしれないねっていう。なんか鳥っぽくないですか？わかる、うん、フクロウに見える。あー、でも好き、鳥好きで、うん、鳥ばかり、うん、鳥ばっかり動画とか見てるから似てきちゃったのかな。それは本当に似てきてるんですよ、うん、でも確かあのご飯を食べるときにあの
ちょこちょこ食べるもんね。そうでしょ。あとだから僕が風邪をひいて、ゆいが風邪をひいて、僕がゆいにご飯食べさせるときに絵漬けみたいだねみたいなことを言うんですけど、うんうん、本当に絵漬けみたいだったんですよ、うん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 、か巣からひなが食べる、うんうんうん、あれに見えて自分をどう、だからそう言われて、ああそうか、私はじゃあ鳥かもしれないって思ってたりします。ひなっぽいですよね。ひな、うん、言われてそう思っ、うまいは何だと思ってたの、動物。動物、うん、コアラに似てるねって言われたこともあって。コアラね、なるほど、はい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 。で、確か、まあそう言われるとまあコアラを見るとあっぽいなとか。わからんでもないね。うん、でもレアケースだと思うな。コアラ、あんまき、うん、犬とか猫とか。あ、そっか。うん、コアラはやっぱマオちゃんならではだよね。タケルくん猫っぽいよね。マジっすか。猫っぽくない？ああそうだね、うん、猫だ、ね、なんか演技の中でもなんか猫っぽさが あ, 本当すか あるような気はする、うん、猫実家にいるんで好きなんですよ猫が。 あまりでも懐いてないんで。そうなんだ、ね、犬かな、そうするとまあ違いないでしょうね。犬ね、犬、うん、犬必ず登ってこようとするね、あといろんな犬。ああ同種だと思われてる、思われてる可能性あるね。犬、猫、鳥、猫、鳥、いいですね、はい、よし。あ、このドラマがのすごい、え、ここがすごい、このドラマのここがすごい、うん、まあ、あのさっきの話とつながりますけど、やっぱり普通の3人の三角関係じゃないんですよね。なんかやっぱり一人幽霊がいたりとかしますんで、そこでなんか出来上がるストーリーっていうのは多分みんな見たことのないストーリー展開になる、なってますね。だからなんていうのかな、僕はすごくこの2人がもう生き別れみたいなもんでしょう、そうですね、もう二度と会えなくなってしまったところから見てて、ものすごく悲しいじゃないですか。ものすごく悲しいんですけども、真央ちゃん演じるゆいがそれでも前向きにこのお化けと一緒に生きていくっていうようなポジティブさも、まあ、あるんですよね。なんかだから悲しいだけじゃなくて、ものすごくあったかいものを僕は間近で見させてもらってて、この2人のために自分が何ができるんだろうっていうふうに思わせてくれる。なんか本当にこの2人が人を、周りの人を動かしていくっていうようなストーリーが僕はすごく好きで、ぜひ見ていただきたいポイントですね、はい。まあ、僕が幽霊なもんで、そのゆいにはすごく寂しい思いをさせてしまってるんですけども、その我々がこう出会った頃とか仲良かった頃の回想が入ってくるんですね。そこがすごくゆいの弾ける笑顔が見どころです。本当に素晴らしかったです。もうそれがこの2人キュートだなって思うからこそ、現代がね、切ないんですよね。そうね、俺もニヤニヤしちゃったもんな、二人の回想。もう37だな。そう、あれのね、ゆいがね、すごい可愛いですね。可愛い、可愛いってみんなに聞いて、もはや、今、カワハラって言われてる。そんなハラスメントあるんだ。可愛いって言わせる。言わせるっていうね。ハラスメントになってますけど。でもね、本当に可愛かったんですよ。これはぜひ見てほしいですね。もう、お二人が言ってくださったことが全てですけども、本当1話も見逃せないと言いますか、ね、ここがで幼なじみです。久々に再会したとこからラブストーリーが始まり、でも急にいなくなってミステリーがあり、見える人が現れてファンタジーが始まり、もう本当にいろんな要素がありますし、もうここの方たちもですね、いろいろとね、絡み合ってくるんですよ、うん、私たちもなかなかわからない展開が、結構台本見て驚くってことが結構あるんですけど、ありますね、教えてくれないですしね。私たち自身も楽しみながらやってるので、
はい、もういろんな要素を皆さんが楽しんでもらえたらと思ってます。はい、いよいよ本日10時から、うん、第1話です。本日じゃないか、本日です、今夜10時だ。もう皆さんさっと帰って、さっとご飯食べて、さっとお風呂入ってゆっくりね、見てもらいたいですね。はい、お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。